新潟県中部産業団地は、新潟県三つけ市の西部に位置する県営工業団地。三つけテクノガーデンシティとも称される。新潟県企業局が産業団地を整備しており、この産業団地を企業へ分譲することで産業構造の高度化や、 人口の定住化など、地域社会の活性化を図ることを目的に、県内の3地区で、県営産業団地の開発を行っている。中部産業団地の他に、南部産業団地、東部産業団地がある。総面積や内訳は、以下の通りであるが、このうち分譲しているのは、工場用地と、中心施設用地であり、区画を10に分けて分譲。 2017年6月に全区画の分譲が完了した。公園緑地は、上記の3地区の産業団地内には、災害時の一時避難場所を確保する等の趣旨から、必ず3%の緑地帯を作ることが義務付けられているため、国からの補助金を受けながら公術の中部産業団地公園が造成された。2007年12月31日現在の、 企業進出率は約60%で南部産業団地、中部産業団地、東部産業団地の3地区の中で最も高い水準となっている。また、進出企業数はリースも含めて38社となり、業種は様々で、製造業をはじめ、運輸業、卸売業、小売業のほか、中古自動車のオークション会場として使われているところもある。 主な進出企業は以下の通りである。団地内に整備され、2007年6月1日より一部オープンし、2009年6月26日に全面開園となった。ガーデン内を3つのエリアに分け、エリアごとに異なるテーマに合わせてデザインし、各エリアを結ぶことで、それぞれの機能をより活かしたものとし、全施設において、高齢者や、 身体障害者にも利用しやすいバリアフリー設計となっているため多くの人々が足を運べるように作られている。また、コミュニティバスの停留所ともなっているため気軽に足を運ぶことができる。この規模のイングリッシュガーデンは新潟県内では最大面積であり、イングリッシュガーデンを日本に広めた第一人者である英国園芸研究家のケイヤマダによってデザイン、監修された 県内で唯一のガーデンである。毎年バラが満開を迎える6月初旬から中旬にかけてフラワーフェスティバルが開催され、期間中には K、K 山田による植栽実演会が行われるほか、演奏会、ガーデン社会、園内を解説付きで回るガーデンツアー等が開かれる。夏には、芝生広場でスプリンクラーを使ったブルーシートスライディングや、 水鉄砲等のファミリー向けイベントや夕暮れ音楽会と称したキャンドルを灯しながらのジャズ演奏会が行われると夜のガーデンを楽しむイベントが開催される。また、秋にはオータムガーデンフェアが開催される。隣接地にイングリッシュガーデンホテルリアントが2010年10月開業し、庭園の入り口近くではジェラートの販売や毎年6から9月の間。 ビアガーデンが開かれると、様々なイベントが開催されている。JR 新越本線三つけ駅から、三つけ市、コミュニティバスに乗車し、産業団地、イングリッシュガーデンで下車。また、北陸自動車道、中野島三つけインターチェンジから約五分の位置にあることや、国道8号が近くを通っているためアクセスの良い環境にある。ありがとうございます。